ありがとうございます。じゃあ4番さんバッシング行くけんね、俺がね。あ、ちょっと待って、ね、バッシング変わってもらってよっか。よろしく。ねえねえねえ、口上げ。どけした。うん、あら、身分証がなかった。こやーね、ちょっと追い払ってもらってよっか。冗談冗談、俺対応引くまっつって、失礼します、すいません、お兄さんたち、あの身分証がないとお酒は出せんとですよ。うるしゃって言われまして。いや、その見た目とかでは分からんけ、髪染めとるとかも関係にゃですもん。はいはいはい、ごちゃごちゃうるしゃね、マジで身分証にあと酒出せんって言っと。お前仕事どこや、これおかっぱのやつが仕切ってるぞ。あいつにお前の後輩からなんか迷惑かけられたとか言っていいと。すいませんって言うぐらいだったら、むしろ態度出すなぞ、分かって。あ、で飲み物は、あよ、タピオカミルクティー。お前ら年いくつや今。17。金持ってるんだったらお前ら、一応後輩の後輩だけで寂しとっけ、なんか飯も選んどけ、分かって。返事は、はい、大丈夫やった。すいません、タピオカミルクティー4つお願いします。あいよ。どうでしょう。